日中友好が大切だは麗しき夢幻に。日本経済新聞の世論調査で中国、習近平国家主席の国賓待遇での来日について中止すべきだとの回答は 62% だった。実現すべきだは3割にも満たない 28% だ。中止すべきだと答えた人を政党支持別に分析すると、支援団体創価学会と周恩来首相との歴史があり、中国との関係を重視する公明党の支持層でも5割を超えた。立憲民主党と国民民主党の支持層では7割超だった。世代別で見ると60歳以上の 68% が中止すべきだを選んだ。中止の国賓来日は2019年の日中首脳会談で合意した。当初予定していた今年春の来日は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて延期した。自民党内にはかねて習氏の国賓来日に慎重論があった。中国での邦人拘束問題や尖閣諸島周辺での領海侵入に不満が高まっている。新型コロナ感染でも中国政府の事実隠蔽や情報統制で世界から大きな疑いを持たれた。そして6月には日本を含む国際社会の反対を押し切って香港の統制を強める、香港国家安全維持法を施行した。米中間の対立が一段と深まり、日本が日中関係を優先してまで習氏を国賓待遇で受け入れる環境は遠のいた。日本の利害優先で同盟国米国の背後から弾を撃つようなことはできようはずもない。日中友好議員連盟はジレンマにはまっているかもしれない。日中問題に関わった先人の苦労を思えば、慎重の上にも慎重に対応すべきだとの利害関係重視にこだわった二階幹事長発言まで出た。かつて日中国交がなかった時代に中国共産党と政治交流ができていた日本社会党などは、中国をおもねる発言を繰り返していた。浅沼稲次郎元社会党委員長の有名な演説がある。対日平和条約に対してはまだ多くの未調印国家、未批准国家があり、特に一位大水のソ連並びに中共との間には戦争の状態が残っておるのであります。一位大水どころか東シナ海から沖縄県諸島までを核心的利益を有すると言い放ち、連日海警艦艇を日本領海侵犯までして自国の反中都市行動を続けるありさまだ。日中記者交換協定があって、西側自由主義間から見た客観的な報道も制約される。日本は中国に不都合な報道はしないと約束があるからだという。取り扱い注意なのだそうだ。今、政治に関心薄い国民でも中国の、人も投げな粗暴さには辟易しているのが民意なのだ。お聞きいただき感謝申し上げます。